どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、就活生座談会第2弾ということで、実際の就活生4名に来ていただきました。本日はよろしくお願いします。津田塾大学3年生の小倉瑞希です。東洋大学3年の矢野智和です。上智大学3年生の藤田光介です。日本女子大学3年の広中ゆりです。コロナとかで友達と会ったりする機会が少なかったりとか、横のつながりが少ないと思うんですよね、例年に比べて。今実際の就活生がどういう動き方とかどういう悩みを抱えてるのかっていうのを共有する会です。皆さんの就活の状況をまず聞きたいんですけど、どんな感じですか？早くから選考とか受けてたりはしたんですけど、まだ内定一社ももらえず、ちょっと焦ってる感じですかね。いつから始めてたんですか？夏ぐらいですかね。今どういう業界に行きたいとかあるんですか？業界であんまり絞ってなくて、でも自分の過去の経験から見た時はエンタメであったりコンサル、あと金融とかは見たりしてます。業界を絞らずにすごい幅広く見ている感じで、3月1日から情報が解禁になったので、もうメールがめちゃくちゃ来て、とりあえず気になるのにはエントリーしたり、今は ES 書いたりとかしてる感じですね。やっぱりメールいっぱい来ました。来ますね。どんぐらい来ました？1日2、30くらい来る。100とか選択も難しいというか、大事なの飛ばしちゃったら怖いなって。僕はつい先日第一志望の会社に落ちちゃって、どうしようどうしようっていうところで、最近もう一度就活の進め方とか再検討して出発しだしたっていう、そんな感じです。サイバー目指してて5次選考で落ちたんですか？あ、そうですそうです。自分の誕生日に落ちました。私も夏ぐらいから動いてて、実際にインターンとかも参加していたんですけど、インターンにまず合格する業界がめちゃめちゃ偏ってて、今は幅広く見てたりしますね。皆さん結構これから始めるっていう感じなんですね、うん、でも実際みんなそうだよね、うん、だから皆さん安心してください。僕らのチャンネル出る人めっちゃ優秀な人とかいるから焦ると思うんですけど、そんなことないからみんな。逆質問毎回結構困ってて、聞いて答えが返ってきて、でそれに対してどんな反応すればいいのかっていうところでいつも悩みつつ、毎回あ、なるほどですねって言って終わった感じがします。これ分けてるかな。私はめちゃめちゃ話すの好きな社員みたいなだったら、うん、答えてくれたことに対してこれってこういう認識であってますかみたいなのを 1,2 個聞いたりしてて、でも早く終わらせたいみたいなのをこっちが察したら、うん、こういうことですね、うん、ありがとうございますって言って締めたりする、はい、割と面接官に聞いた。集団面接か個人の面接かで分かれると思ってて、個人の面接だったら絶対僕が一つ聞いてるのは、今日の自分どう見えましたかっていうフィードバックをもらって、直接フィードバックっていうとちょっと硬いというか、それを集団でもやりたいんだけど、集団だと聞けないから。なんて言われるんですか？矢野くんは笑顔がいいねとか結構ふざけたりするんで、営業向きだねとか。勉強になっていいですね。ぜひ使ってください。集団だとやっぱ時間とかを考えちゃうから、たまに本当に普通に自分が気になったこととかあったら、うん、これはこういうどうなんですかとか聞けば、多分やっても印象はいいと思うんで、うん、答え方にもよるけど、うん、使い分けてます。オンラインリアクション大事だよね。オンラインだからこそ。みんなどれぐらいリアクションしてるんですか？結構こう。それやばいよ。だってもう画面こういっぱいいてちっちゃいじゃないですか。うん、そうか、集団とかだとね。やばい人が一回いて、すごいヘッドバンクに出してたから。明らかに一人だけすごい反応大きいなみたいな声で目立つと思ったので、そこまではやんないですけど、ちょっとオーバー。確かにオンラインだともう漏れちゃうもんね。そうなんですね。声大事。確かにね。伝わりにくいですもんね。OBOD 訪問みんなどうしてるのかなっていうのと、うん、今コロナで横のつながりがないから、うん、就活生仲間ってどういう風にどう共有してるんだろうって思ったかもしれない。僕サイバー受けてた時に、しゅんさんの動画に出られた宮中さんにめちゃめちゃインターンとかすごいフィードバックもらったりとかしてたんだけど、その上は前にサイバーがやってたイベントみたいなんで知り合って、そういった風に企業がたまに Twitter とかで募集してたりするんですよ。イベントとか座談会とか、それで OB とかを見つけたりとかするのはいいのかもしれない。自分は本当に OB 訪問やってなくて、それこそ大人と関わる機会って本当に必要なのかなって自分で考えてた期間があって、でもめっちゃ今大事だなって思ったから、抹茶だとすぐもう大人と接点持てるから、うん、結構使ってる、ね、抹茶明日行きます。社会人の会うのって意味あるのかなって考えるのすごい大事だと思う、うん、私は逆に全部よく聞こえちゃって、いいないいないいなってなっちゃうから、そういう面で言うと、例えば1個の企業でも何人かに会うことって大事なんだと思って、うんね、その人の価値観になっちゃうから、うん、
じになるから、しらいいね、その考えは結構、うん、私的にはすごくいいなって思った、うん、分かる、私もそう思うから、うん、送る前に果たしてこの人でいいのか、私は誰と相手が来てるんだろう一回原点に戻って、ね、私は切り口3つあって、1つがめっちゃフラッと見られる知り合いから、もともと誰かのつながりで会うパターンと、アプリで会うパターン、例えば抹茶とか OB トークとか、うん、こっちはちょっとフラットさはなくなっちゃったけど、うん、でも自分の会いたい企業の人に会えるみたいな、うん、最後は企業のホームページから入れる、 OB OG訪問してるみたいなのがあって、そう、生活者の横のつながりっていう面ではめっちゃクラブハウスいい、めっちゃいい、いや結構ね、いろんな最終人事の方とか、うん、大手の新卒採用の方とかからめっちゃ意見もらえるし、アンテリの就活生だから、うん、22卒ともつながれるから、これめっちゃいい、本当に、クラブハウスみんなやってる？そうやってます、もうやってるんだ、クラブハウスで22卒の子友達とかできてもメッセージとか送れないじゃないけど、クラブハウスってルーム開けるんだけど、うん、3つあって、1つがソーシャル、誰でも参加できるルーム、はい、もう1つが友人同士のルーム、もう1個はクローズドっていうんだけど、はい、自分が招待送った人しか入れないルームみたいなのがあって、このクローズドにしとけば、例えば私と水木ちゃんが話したいってなったら、うん、もう私が開いた瞬間を招待すれば、もうその2人だけしか、なるほど、内定者とかとも会えるから、次は呼んでもらおう、俺らも来て来て今日説明会があったんですね、仲良くなった方がいるんですよね。説明会とかで横のつながりできることとかってあるんですか？作ろうと思えばできると思います。合同説明会とか行った時に、バスで待ってた時に隣にいた人も一人だったの。だから俺がすいませんこんにちはみたいな感じで話してて、どこの辺なんですかみたいな感じで話して、美術系なんだ、え、やば、俺もめっちゃ美術系行きたかったんですよみたいな感じでもう仲良くなって、あのチャラ絶対無理だわ俺。基本一人でそういうのに参加してることみんな不安だと思う。分かる。一人一人とかだったら話しやすいっていうか集団面接僕すごい苦手で、どういう風に対策してるとか正直分かってなくて、何を意識してるのかであったり、ここだけは自分やってますとか聞きたいですね。そういう面接やったことなくて、一応集団面接っていう手ではあったんだけど、2人で交互に聞かれるみたいな感じだったから、集団面接は2回あってまだ落ちたことなくて、考えてて思ったのが2つあって、1つが集団ってさ30分とかで6人面接するじゃないですか、だからめっちゃ長いこと話せないのね。30秒とか1分しか話せなくて、端的に話してること、あともう一個バチバチに慣れたっていう見た目、集団だからこそ周りが分かるじゃん誰が映ってるか、そこで自分だけめっちゃ映りよかったら第一印象がいいから、だからそこを意識してる。いや渋ってたけど買うしかない。え、もう買おう、リングライト。リング買ってますか？買ってない。持ってない、持ってない、くれよ俺に。マンテリとか見てさ、アドバイスみたいなの書いてるじゃん、受かってる人とか、うん、端的に話すとか、うん、こういうこと心がけたとか書いてあるから、そこちょっと参考にしてみるべきかもしれない。すごい、マンテリはめっちゃ見てる。どこまで参考にしてたらいいかわからないよね。マンテリの話がめっちゃいい。体験談の方見てるかも。こういうこと聞かれました。そうそう、あれあれあれ、それは、うん、それ、わかる。めっちゃまとめて、俺裁判のご自面説の前に全部まとめて、もう人間で言うよ。全然大丈夫。分かってても、もう相性ですもんね。帰ってないことも聞かれたりしない？そうあるよね、めっちゃその人の機嫌によるよね、結論。面接官にもよるし、周りの子にもよるから、しっかり考えない方がいいんじゃない？分かんないんだよ、ね、集団面接。何社受けたんですか今まで？受けたのはまだ一桁ぐらいなんですけど、うん、集団だけだったら3から4だと思う。もうそもそもメールで受かってるメールは次の選考へのご案内みたいなのに、選考結果についてみたいなタイトルできてるとこ落ちてんじゃんってなるから、それを毎回集団面接の後にそれ来るから、いや俺センスねえんだなと思って。でもそれ苦手意識だと暗い顔とかしちゃうと思うから、うん、気合でいけってことなんだ。結構バカズも慣れるしさ、めっちゃ強くない？多分初めての子もいいから、そういうのよりは慣れてるからめっちゃ自信にしていこう。いやでもこの間も自信持って、絶対ここ超えるしかないっしょって思ってたの。資料作ってくださいとか何も言われてなかったんだけど、やる気しかなかったから資料とか作って記述して、周り見た時に俺一番輝いてるこれ俺以外取るってあれやな、めっちゃいいキャラ、これ来たわ、勝ったわと思ったら今日お祈りされた。やっぱ矢野くん個人見ないと分かんないんで、多分この個性は今話してめっちゃいいキャラだなと思ったから、集団で出ない、どれだけそれを集団でも出せるかってところを意識した方がいいんじゃない？確かに。でもその集団全員落とされてる説もある。プレッシャーしたも全員受かるグループ、一人二人受かるグループ、あと全員落ちるグループみたいなあるらしいから、そんな過信しなくていいかも。次のグループはめっちゃいいやついたんだなとかさ。あ、絶対それだわ。面接の時どういう感じなんですか？空気読んでます。そこは読まなくていいんじゃない？山くんらしさっていうのは
さ、今になって分かったから。いや、お前にそうです。ね、お前にそう。分かんなかったよね、最初。分かんなかったです。こういう感じかと思ったら、結構冗談とかもポンポン言うし。いや、ね、面接で自分の素を出すって難しいですね、そう考えたら。面接の時に気をつけてることとかってありますか？特にオンラインだと思うんですけど、今は。僕目線とかですかね。僕やってるのは Zoom の画面を一番最小にして、それを一番上に持ってくるんですよ。そうすると顔を見てもカメラとあんまりこう目線が違くなるんでやってますね。ちっちゃい画面にするのさ、面接官の顔だけに映るの。全画面にちょっと自分の顔も映るから、たまにさ自分のも見ちゃったりするとさ、目線がさ意識しちゃうから、確かにこれありかなと思う。そう、あり。一つだけ意識してるのはボディーランゲージっていうか、それはいつもやってる。何個ありますとかもう指で2個ですみたいな。ピースじゃないよ、2個だよとかやってたりはする。私は気をつけてるのは、オンラインだからこそ相手の表情が伺いにくいから、うん、割と端的に話すことは意識してる。結論ファーストとか、うん、自分の頭の中では400字とか300字考えてるかもしれないけど、で面接時はちょっと短縮する、うん、結論ファースト的な、うん、端的には意識してて、自分がなんとかで、なんとかで、なんとかでつなげちゃったりするタイプだと思うから、うん、切るみたいなのを意識してるかも。すぐですね、今の悩みとか就活あるあるみたいなところは視聴者の皆さんも一定共感していただけたら、コメントに書いていただけたらなと思います。あと半年弱ぐらい就活があると思うので、新たな悩みとか進捗もあると思うので、また教えていただけたらなと思います。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。